はい、今入りをミスりましたね。はい、お邪魔女ドレミ続きからやっていきたいと思います。私は今音符ちゃんで、ちょっと葉月ちゃんという強キャラに恐れおののいているところですね。果たして私は勝てるのかってね、ちょっと不安でいっぱいなんですけど。はい、8ターン目らしいですよ。やっぱあれだ、石をね、でも100だとすぐだったからな。頑張っていきましょう。それ。お、いいね。5。あ、ちょうどじゃん。やったね。でもなんか妨害されそうね、不安だな。ドレミの番じゃぞ。よーし、行くぞ。それ。え、これって。今誰が持ってることになるの？これってドレミが持ってることになるのかな？そんなことはない。着実に稼ぐね、アイコちゃん。ねえ。ハズキの番じゃぞ。ハズキちゃん変身してるからな。プーワプワプーの言い方好きなんだよな。え？え、全部取られた？え？はずきちゃん、それはやりすぎやで。ちょっと、すごいじゃん。あ、持ってることになってる。はい。待って、マイナスになっちゃう。どうしよう、マイナスになっちゃう。最悪。しょうがないよな。これも運だもんな。運だもんな。運はやばいよね。そろそろだから我々もお着替えするべきなのではって思うんだけど。やばいやばいやばい、ついちゃうついちゃう、よくないな。まあこのさ、アイコちゃんはもう大丈夫だと思うんだよね。ちょっと、ほんとな、稼ぐね。細かく細かくいってるね。5だってね、10ターン、まあ、あれは50だもんね。頑張っていきましょう。それ。あずきちゃん2て。いや、いけるぞ。あと5だもん。頑張っていきましょう。カモン。サイコロが3つ強いんじゃない？わかんないけど。葉月ちゃんに取られるかな。葉月ちゃん結構泥棒なところあるからね。え、3だよ。ドレミやばい。3でいっちゃう。1111111。ドレミ1を出しなさい。1よ。終わった。
それだよ。ありがとな。むつみちゃんと見に行くの？まあな。やられた。ふう。涙が出そう。誰か呼ばなきゃ。この子誰だっけ。エリカちゃんどうした。エリカちゃん、あ、ちょうどよかった。この先で犬が倒れた木の下敷きになっちゃって、いや、どうしたらいいかわからない。助けるしかないじゃない。ちょっとアイコちゃん、犬どうでもいいでしょ。実は犬よりね、確実に貯めることを考えてるよね、絶対ね。いや、こうなったら私もちょっと使おうかなって思うんだよね、さすがに。魔法堂の売り上げが良いって、お前たちに魔法をプレゼントじゃ。受け取るんじゃ。ありがとう、マジョリカ。感謝感激。何くれるの？みんなそれぞれ違うんだね。え、あれ、なんか葉月ちゃんのが一番可愛い感じするけど、気のせい？中間発表とかあるんだ。喜んでる。嘘でしょ。歩かなかったらくれるの？え？お前たちの現在の状況を確認する。絶望した。頑張るけどもう。よし、見るがいい。この可愛さ、可愛い。はい、可愛い。プリティーリッチーアンプッチー。可愛い。え、優勝じゃない。変身でワンターン取られるのは痛いなと思うけど。かわいい。頑張っていきましょう。
ボンプちゃん押せるわ。うん、やばいな、葉月ちゃんももうだって言うて100いくもんな。私だけ少ないな、どうしよう。おお、大きな木が倒れておるぞ。マジカルステージで元に戻すのじゃ。お前たち一箇所に集まるんじゃ。マジカルステージ見れるの？嬉しいんだけど。え、嬉しい！マジカルステージ見れるんだ。みんな今日すごい！神ゲーなのでは。これで通れるようになったぞ。神ゲーだよすごいわ。へえ。てか自動的にこっちまで来れるんだ。ドレミの番じゃぞ。マジ？よーし。終わってん。これドレミあと3マスだもん。はあ。うわ、ちょうど3だ。ドレミ。痛かったな、音符ちゃんので。ピリリンピリ、ファミファミファーって。聞けるかな怪しいところになってきたよね、これね。よくやったな。見事、願いを叶えたようじゃ。次も頑張るんじゃぞ。50。一気に1位になろうとしてる。ドレミ。このイベントの時、アイコちゃん率高えな。アイちゃん、お店の前を掃除しておいてくれない？オッケー、綺麗にしとくわ。え、なんか結構一方通行感ある道だね。店の前を綺麗にするんじゃ。よーし、行くで。お、邪魔じゃドレミっていいよね。うん、いいよ。なんかマジョミネアライを探しても私泣いたもんな。うん、頑張っていきましょう。魔法使っちゃうからって本当に。
舐めんじゃないよって。やったプルレンプルン聞けたからもうそれで満足。14、あ、飛んでる、かわいい、え、待って、かわいい、この私ほんと横に座るこの感じが本当におしゃれでいいと思うの。いや、ドレミたちの座り方が悪いって言ってるわけじゃないのよ。あれ、ごめん、どこ、今どこに行こうとしてんだっけ。ん、広いな。あ、そこか、そこやから、こう行って、こう行って、これでいいんじゃない。サイコロが3つが良かったな。頑張っていきましょう。え？サイコロ3つ？この3つまで最強だと思う。よし、行くぞ。あら、ついにドレミも着替えるのね。プリティウイッチドレミッチ。場所入れ最悪、う、最悪、ちょっと待って、絶対ダメ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 、場所入れか。ぶちゃん、やばいって、やばいって、これで確実な5って5マスっていうのは無理なのかな。サイコロの目よ、自由になれ。いいね。いける、よっしゃー、初めてだ。その魔法マジで欲しいんだけど、私もゴミを片付けて。これで綺麗になったわ。これで場所入れ替えされても何の怖くもないね。よかった、よくやったな。見事願いを叶えたようじゃ。言うて88か。まだまだやな。うん、は
ズキちゃん、魔女ハートに頼まれたものはできてるって。わかったわ、魔女ハートね。何、どこ、あ、遠い。あ、懐かしい、この人。遠いな。魔女ハートにララの伝言を伝えるんじゃ。頑張っていきましょう。プリティーミッチー、ハズキ。ハズキちゃんのこのポーズいいよね。から22マスなんだ。だいぶ遠いね、やっぱり。ドレミの番じゃぞ。よーし、行くぞ。ピーリカピリララポポリナペッペルト。レインボードロップよ、2倍になって。わしと勝負するずらか。わしに勝ったら2倍、レインボードロップを2倍にして。これやばい、勝たれたら終わりやん。お前がゼロになりなさい。ゼロに、ゼロになるずら。くしししししし。ではわしがサイコロを振って出た目の数より多い数を出せばお前の勝ちずら。わしよりも少ない数を出せばお前の負けだ。随分バクチよね。では勝負ずら。6。ああ、5か6よ。いい勝負だねこれね。見応えあるよ。あ、ドレミお疲れ。わしの勝ちずら。約束は守ってもらうずら。レインボードロップがゼロになったぞ。かわいそうすぎる。ゼロって。ちょっと同情しちゃうよね、さすがに。音符ちゃんがまともな顔になれてよかった、てかそういえばミニゲームマスとか止まんないね。あなた移動するの？ラッキー、ありがたいわそれは。特にそれっぽい魔法ももうないからな。ないよね。学校ジャンプ、学校なんてないよね。そうだよね、もうサイコロ振るしかないな。はい、1。投げかわし。でもこれさ、ドレミを除けば結構いい勝負じゃない？まあ、ちょっとアイコちゃんトップ独走中感あるけど。よし、行くぞ。魔法とか使った方がいいんじゃない？大丈夫？数字だけはでかいな。バチカ系のもの使うのちょっとためらわれるよね、やっぱりね。マス目的には私が一番近い気がするんだけどね。
あーそっち行っちゃった。上来てくれてよかったのに。もうサイコロ、やった。あれこっちで合ってる進んでるけど、やばい、場所入れ替えされそう、怖い。それいる？いらんくね、はずきちゃん。それガチいらんと思うよ。いいけど。魔法を奪う系だったらまだわかるけどね。よーし、行くぞ。それ。はーい。誰？私関係ないね。あ、見てよ。これどれに勝ったら楽だろうな。ワンワンパオちゃん。へえ。皆さんのご健闘をお祈りします。どれに勝ったん？ゼロだった女が100になった。強い、私より多いやん。はずきちゃんが最下位になってる。なんてことなの。よーし、行くで。どうなんだろう、誰が選ばれるんだろう。はい、ねえ、葉月ちゃんは集中攻撃されてない？大丈夫？葉月ちゃん取ってやんな、頑張って。ほら140個あるから。少なっ。皆さんのご健闘をお祈りします。おいいねいいねいいね。負けてもうた。いいぞ葉月ちゃん、もっと取ってやってよかったのよ。こっち来た。あ、全然場所違うやん。あ、でも言うてか、こう いけるいける。6よ、出ろ。嫌だから私。かわいい。買えるのこれ。どの品物が欲しいかしら。高くない？いらないわ。また来てね。歌聞けただけでいいよ。うん。頑張っていきましょう。それ。
もう完全に葉月ちゃんはあれだよね、そのもう取りに行くよりも、なんかそのイベント行くよりも、なんかもうアイテムをたくさん集めて何とかしようとしてるよね。したのに投げかわしマジか、大変だ。こっから見れるの嬉しいけどね。いや、いいな。これで通れるようになったぞ。やっぱ何回見てもいいね。うん、さすがドリームステージ。ただあのここからか。よーし、行くで。そしてもうすでに時間は30分を超えているということで、じゃあ一旦今回この辺で終わりますか。いつ終わんねんって。まあでも次回かその次ぐらいには今のたまりみんなのねたまり具合だと終わるんじゃないかなって。頑張っていきましょう。はい、ということで一旦これで終わりたいと思います。バイバイ。